自己紹介お願いします、はい、伊藤静奈です。3サイズは分かんないので事務所のホームページを見てほしいです。で、出身地が東京都で血液型が A 型です。趣味が、アニメや漫画が好きなので、そういうのを見ることがすごい好きなのでインドアです。で、特技がピアノです。ありがとうございます。休日は何をして過ごしていますか？休日はアニメを見たり漫画を読んだり、あと紅茶とかコーヒーが好きなんで喫茶店に一人でふらって行くことが多いです。ありがとうございます。好きな男性のタイプを教えてください。好きな男性のタイプは、私めっちゃ自分に自信がないので、なんか本当に常に毎日褒めてくれて、なんか私のこと大好きな人が好きです。じゃあ今後の目標やお仕事でやってみたいことは何ですか？そうですね、2021年の3月からグラドルとしてデビューしたので、まだ表紙とか飾ったことがないので、雑誌の表紙を飾ってみたいです。ありがとうございます、はい。告知などありましたらお願いします。はい、今日が2021の1月の7日かなの告知なんですけど、今セカンド DVD が出ているので、1本目と2本目どっちも見ていただけたら嬉しいです。それからデジタル写真集が出ているので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます、はい。では最後にファンの方へメッセージお願いします。はい、伊藤静奈です。いつも応援ありがとうございます。今日初めてリリーさん出演させていただいたんですけど、とても楽しいです。みんなもよければぜひぜひ遊びに来てください。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。立ち上がるその一歩を応援します。東京リリー。